開発してんね開発してんねツイキャスお願いしてもいいですか。すいません。20秒前です。つけた。10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。ピースコミュニケーションズのいつもありがとう。毎度、毎度おはようございます、はい、おはようございます。株式会社ピースコミュニケーションズのいつもありがとうのコーナーです。コーナーコーナーすみません。コーナーですよねなんか詰まった時大体なんかよからぬことを言うなおはようございます。おはようございます。株式会社ピースコミュニケーションズは宜野湾市の会社です。デイサービス大山でデイサービス、ピースケアスタイル普天間でピースブライダルサロンを運営しております本日も1時間ですね、よろしくお願いいたします。またあのツイキャスト等で、あと曲のリクエストとか、なんかあのおっしゃりたいことお伝えいたしますので、コメントお願いします。アドレスは797@fmginowan.com797@fmginowan.com までです。どしどしお待ちしております。わかりました。お願いいたします。あの見るもの忘れたんですね今日ねだからですね今わかりました。いやもう覚えたアドリブで、おおおおアドリブ目見開くんじゃないよ。いいじゃ今かキーボーみたいになってますよあの今日からあのミキサーね、はい、変わりましてですね、変わりました。はい、あの神田玉木さん、はい、あの他の時間にもね、はい、おしゃべりもしてるんですけど、はい、あのきっと自分たちがもう直前でしかあれこれしないからもう大変で、みんなストレスを抱えてですね、どんどん変わっていくんです。あ、そうなんですかね、うん、大変さあの期間決めて、はい、もう私限界よって言って、はい、そろそろ変わってよって言って、はい、また回ってくるんですよ順番に回って 次誰でまた姉さんですかね。次は、まあ、また姉さん、ね、姉さんですかね。あのうんうんってうなずいてるけど玉木さんがどれぐらい持つか、はい、もしくは自分たちがあの、はい、もう怒られてから、はい、すいませんと、はい、シューンとしてから尻尾巻いて、あの大人しく聞いてるかなんで山内さんやね山内さん聞いてるはずよ。聞いてないよ違う、今頃あのこの近くであのネットで聞いてるはずよ、こっちに来ずにあ、何ですかコメント早速いただいて、笑ってごまかしている。そうそうそう、覚えてないことですよそ, うあそうですか。そろそろさ、聞き丸さん、木村さんおはようございます早速コメントいただいて , 笑ってごまか、今日のリピなんか顔すっきりしてますね。そうですか、うん、今日はあの朝寝坊して、あ、実はですね、うん、うちにあのもう一匹入居者が来ましたか。来まして、来ましたか、はい、ムツゴロウ家に、ムツゴロウ家にあのチワワなんですけど、チワワ来ました。はい、名前がなんかあの本名ティンカーベルらしいんですけどティンカーベルって顔じゃないんですか失礼だねティンカーベルって顔じゃなくて、もうあのティンちゃんにしました。ティン君、危ないね、ティン、なんかチンみたいなだからなんかあのチワワなのでチンにするとまたなんかなんとかなんとかになりそうなので、あのばあちゃんに名前を説明してもチンって言ってもあのチンとか金ちゃんとか金ちゃ ん, ちゃん、またチンやら金やらこれチンを伝えるのに、はい、
一苦労しまして朝からダメですよ、チンやら金やら。36歳ワンちゃん、あれは36歳になりました。あれはなんだった、ピンシャーも、はい、ピンシャーまだ来ないんですか。いや、ピンシャーは いえ、もうピン、あのこの世にいないんですか。いや、いますよ。いるでしょ。うちの、実は来たのがうちの兄が、あのアレルギーを持って、あの死にそうなぐらいアレルギーに、そんなにね、はい、ひどくなってますので。あ、今ひどいので、あのチワワ君はね、外で飼えないので。ピンシャーは外で飼えるの。ピンシャーはもう、あのたくましく、もう、あの姿変わってましたね。ピンシャーなんでこんな太ってんの。ピンシャーもなんか、あの細いよ。細くてね、チワワみたいなもんじゃない。以前細くて、なんか、あのチワワっていうか、なんですか、毛が短くて、なんか凛としたミニチュア版なんですけど、ドーベルマンの、ドーベルマンのそれが、あの久しぶりに見たら、あれピンとしてるからピンシャーなの。うわ、そうなんですか、ね、あ、違うでしょ。びっくりするぐらいなんかパンパンにいや、うちのマスコット犬の大吉ももうなんかソーセージみたいな体してましたよ、この間。大ちゃんはですね、嫉妬してないか、マスコット犬になるはずの大吉くんね、はい、あのなんか耳です、いつも掃除してますね、道路ねモップみたいになってますね、耳がね、うん、歩いたら耳吸ってますけどね、ここ大きくて福耳ですね、あれ。ここ犬大丈夫なんですか、ね、ダメでしょダメなんですかね、あっちはいける、ドッグカフェ、ドッグカフェ。これなんか動物差別じゃないですかね。なんでやねなんでや、動物差別今に俺をちゃんと見なさい、動物差別じゃない俺をちゃんとしなさい、その前なんか、あの大吉に髪型似てますよね、うん、色がね、色が似てますよね。大吉は、あの、うん、僕名付け親ですからね、本当にみんなおかしいおかしいって言いながら、だね、1ヶ月たち2ヶ月したらなんかしっくりくるね、なんか大吉っていいね、大吉反省しなさいよ。いや、反省はしないもう早くコーナー行きなさいよ、はい、曲ですか。曲行きたいと思いますので、全部 OK っていうことで、まあ、次回連れてこれたら大吉、はい、うるさいはずよ。あのティン君も、チン君、はい、よろしくお願いします、はい、あのブライダルサロンに2匹登場、2匹連れてきますか、ね、登場するかと思いますので。どっちも男の子ですからね、はい、皆さ やんちゃん手土産持って、人間用と犬用の手土産持ってお待ちしておりますはい、曲いきたいと思います。西野カナさんで真冬のオリオン。あれですね、急に音楽がもう冬、わざと冬選んだ、冬、冬ですな、まったかい格好して聞きますけど、衣替えしないといけない、僕衣替えしました。どうなっちゃう、ちょっとずつ着るときに、ね、またなんか真夏がやってきそうだしね。え、そうなんですか。いや、ほら、そうなんじゃないけど、なんか沖縄ってせっかくほら、あ、なんか暑いね、一日でも結構、ね、あれね、寒い時期折々を感じる素敵な沖縄。もう何年になるの、福井から来て。5年ですね、うん、じゃああれだね、もう体はもう沖縄バージョンの体だってるね。冬は寒いはずで、冬は、まあ、冬は普通に寒いですよ。福井にいたらもう死にそうよね、うん。いや、でもやっぱりあっちに帰ると、成人式とかで一日帰ったりしてたんですけど、帰ると行けますね。なんか帰る前はどうしようと思ってたんですけど、帰ると案外行けるな福井な、福井はいいよ、美味しいのいっぱいあるよ、ね、福井うまいもいっぱいある、お寿司とかな、あ、美味しい、ね、魚美味しいんだよ、またこれが日本海ウニとかアワビとか高級も好きだよねでもウニはなんかこちら辺の島とか行ったら取れるみたいです。うん、あ、なんかね、伊勢海老も普通になんかね、シュノーケリングで取れるらしいよ。いい、あ、取ちゃんと取っていい場所な、それは俺取らないからわかんないけど場所っていうか人じゃないですか、この人なら取っていい、許すぞみたいな、ね、
許可取ってる人、漁師さん。私も結構あの素潜り。うん、泳げんの？泳げないけど、そのね、一応スウェットスーツ着て、スウェットでしょ。スウェットだから沈んでいくよ。俺スウェット俺だ。昨日スウェットのない話してスウェットスーツ沈んでいくから。ピンクが見えるんですよ。何が？目立つんですよ。うん、意外とピンク色の服を着るってこと。っていうか、あの、うん、つけとくっていう。はい、ピンとか。あ、泳げないから流された時にってこと。結構海のなんか透明でね、ピンク目立つんですよ。こんな寒いから怖いね。いやいや、もう入れないし。海蛇が遭遇なんかいかに。あれも怖いですね。そのちょっとね、取ってちぎってるわけ。サメはちょっと見てみたいけど、海蛇はあんまり会いたくないですね。うん、蛇苦手。蛇、いや、結構でもなんか、あの、怖い。ちょっと怖い。女性は怖いでしょ。女性はなんか蛇苦手な人多い。見た目が。でも慌てないよ。うん、ちょっと野生のチエやな。野生のチエ。そうそうそう、なんかこの間からです。なんかあの、サバイバルで生きていけそうやもんな。さばけるしな、いろんなものな。鳥もさばくし、ヤギもさばくし。ヤギをさばいてるのは、あのヘルプだけですか？ちょっとやったよ。うん、待ってる。何さばいたことあるの？さばいてないです。お手伝いだけです。空気言った。今までは見たのは、でも少ないです。鶏、ヤギ。鶏って言ったらなんかちょっと可愛く聞こえるけど。だんだん大きくなってきた。そうそう、クマとか。そのうちクマいくらかな。沖縄ってクマおる？クマいないんじゃないの？いないじゃない。イノシシはね。イノシシはいい。イノブタ？イノブタって食べれるの？なんかイノシシ、私食べたことないんですけど、美味しいんですかね？イノシシうまいよ。うーん、食べたことない。ボタン。あ、ボタン。ボタンうまい。ボタン鍋とか美味しい。焼いてもうまいよ。硬そうだよ、うん、あのはね、なんかね、いや、どこのも硬そうだよね。沖縄のないためにも硬そうよ、うん。あ、でもヤギの、野生のヤギさんはやっぱ硬い、うん、たくましいってことかな。そう、ヤギいける派？いや、ダメ、食べたことないです。食わず嫌いしてます。あ、一緒だ。俺も食わず嫌いだったの。この間あの親切に刺身をね、うん、持ってきてくれて、飲み込めずに、うん、もう匂いで、もう口の中にも残ったね、匂い。同じ匂いする。なんでや、違う。獣やん。あれ完全に獣やん。カレー臭やないだろ。獣、俺カレー臭ないしもんね、まだ。ある。あるちょっと言えん、ね。カレー臭はもう50超えてから決まってあるから。まだ40代。40代って言うとまだ真ん中近く行ってるだけで、試合後にしたら40やな。なんか必死です。匂いに俺敏感だから、ヤギみたいな顔で、はい、言うこと分かってきた。なんかさ、カシってさ、勘違いされないように。何が？首？ヤギ。じゃあチャタンのホテルにいたら間違えられる。あれ絶対食用や。なんかどこで知らない。チャタンの美浜にさ、ホテルがあるやん。ホテルでかいホテル。ヤギがホテルちゃうわ。ヤギがいるんですか？あの後ろになんかちょっと柵があって、ヤギが。どこの後ろ？います？あのすぐビーチのとこですよね。そうなんだ。もうなんか、もう目に焼かれてるんじゃない？じゃあ俺も思って前、ね、何年か前やけど、うん、2匹行ったのに、一時あとで行ったら1匹しかいなくて、これさばかれたよ。客に出たか。あんなホテルで出るんだ。出るんだ。食用じゃないと思うけどね。俺が勝手に言ってる。沖縄ヤギ食べるからそれ用かなと思って。いやいや、食用かと思っちゃいません。ヤギみたいでも食用としか思われへん最近も。うんうんうん、ね、こっちにいるとそうですね。向こういる時はもうそんなこと考えたこともない。ヤギ、知らない、ヤギは手紙渡す子かなと思ってた。知らないだけなの。まあまあ食べると思ってなかったですね。思わんよね。だって白ヤギさんと黒ヤギさんの、 あの手紙のやり取りの歌があるじゃん。あれやらないし。あれやらない。あれだね。
あの現実的だね。ああいう可愛いコメント。ケンジさん、はい、おはようございます。おはようございます。埼玉県新座市。ほら、自分たち感情愛から振り仮名ってくる。ありがたいね。あのコンタクトが見えてもちょっと怪しいところやけどな。CM 行きますね。はい。ノリピーの学生の時に漢字検定なんかあったの？忘れちゃいました。あったの？漢字検定あったの？漢字検定10代の時に取りましたよ。だいぶ前失礼です。カレー臭はカレー臭 CM の後またお話しよう、うん、今日休みだからちょっと見てもらってるんじゃないですか。天満高校隣って。あと20秒です。おい、NTT 何時に来るの？朝って言って大丈夫？ちょっと着信入れてもらって。10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。ピースコミュニケーションズのいつもありがとう。Good morning. おはようございます株式会社ピースコミュニケーションズの提供で1時間お送りしておりますピースウェディングスタイルのコーナーです。はい、おはようございます。おはようございます。あ、この時にコーナー使うんでしたっけね。そうですね、よろしくお願いしますケンジさん、おはようございます。新座市、埼玉県新座市からツイキャス見てますということでよろしくですということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昔カレー臭はカレー臭、まあ文字で読んでるか自分たちは分かるんですけど、はい、あのカレーライスのカレー臭かと思ってましたっていうことで、はい、カレーも匂うもんね。カレーね。ね、食べた後ってことですか。カレーのどっちもでしょ。のあの置いてた洗い物とかカレーって結構匂うよね。うん、香辛料の匂いですかね。何なんでしょうね。油の匂いですか。油となんか混じってもあかんわこれみたいな匂いよね。うん、あのケンジさんは。今日お休みでしょうかね。大塚賢治。大塚賢治っていう、あの大塚製薬じゃない。違うよあれ筋肉少女隊の人、そんな名前じゃなかったですか。あ、世代の壁がまた出たぞこれはちょっと、あ、そうだ、玉木ちゃん若いんだよまだ失礼だね。違う、今ほらこの大塚賢治っていう名前、この筋肉少女隊っていうこと自体がほら前にゆかりちゃんもそうだったさ、うん、これもう分かるって言ったらへーってなったさ。マッチとか分からんって言ってなかった。マッチは分かります。マッチは分かる。マッチは分かります。五木ひろには詳しいはずね詳しくない五木ひろし福井出身だよねあ、何ですか。 あれ大月健二。あ、そう あのほらここになんかこのラインピッてなんか入れてる歌手いたじゃないですか。わかんないです。男性なんですか。男性ですよ。ケンジって男性でしょ。それあれと間違えてない。春奈あ、大西ケンジ。ケンジさん早いですね。僕たちあのネタ待ちなんで、あのツイキャスこれ書いてもらうとすぐ突っ込みますよね。はい、ありがたいね、はい。これで1時間やり取りができれば、ね、ということであのウェディングのコーナーですけども、はい、ウェディングは。国営ビデオさんの事業所提供をお知らせいたします国営ビデオさんのことをお知らせするわけあのいつもお世話になってますからね。お世話になってます。昨日おとといだったかな、社長ね、はい、あの最近あの前、まあ、いつも通るんでしょうけど、はい、あ、よく僕あの外にね荷物を出してる時にお会いするんですよ。あ、そういえば私 2,3 日月末ですか、先月末、あ、会ってきてますよね。世界の授業中大会歓迎の夕べ集い何ですかね、あのお会いして、私あのなんか走ってる姿着物で、あの気づかなくてですね、最初暗くて、あのこの事務局の荒城さんがこう
カキア、カジアデフですか、カジャーデフカジャーデフですか、踊るということで焦って走って追っかけ撮影しないといけないので、あ、踊る方じゃなくて、はい、代わりにあの写真を撮っとかないといけないんだ。プールサイドを着物でダーッと走ってるところ、いや、あれだね、弟子みたいに見えたはず ね周りから見たら。でもね、あ、そういえばあの向こうでどこから来たのってブラジル、ブラジルって言っても結構言われるんでしょ、ブラジルって。いや、フィリピンとかあの韓国とか、韓国言われますかとか、あとなんかタイとかで、東南アジア、ナイジャーとか、ナイジャー、まあ入ってますけどね。とあとなんかあのブラジルのハーフですって言っても全然誰もなんかえーっていう感じ。でもいいよね、いいところいっぱいあるね。どう、いいのかな、いいじゃないですか。アジア、まあブラジルは違うけど、アジア。どんな顔してんのかなって。なんかアジアンテイストいいじゃないですか。濃ゆいですよ、ね。濃ゆいのか。だって目大きいしさ。ナイチャーってなんか沖縄からした薄いイメージじゃないですか。まあまあね。なんかどんな顔なのかなと思ってです。そういえば高校時代にでもですね、あの日本語上手ねって言われたことがあって。今そんな上手くないのにね。日本語でも、どっかの美容室でも喋ってて、なんか日本語なんか上手ねみたいな感じにも言われたことありますね。あれ、外国の人が、あ、まあまあ聞き取れるかなぐらいの日本語なんだね、きっとね。なんかね、ちょっとアンポンタンに聞こえるんですかね。そうじゃないですか。大丈夫ですかね。大丈夫です。それで長年生き入れてますから、はい、だいたいほら周りの人がだいたい気づいてくれるパターンです。そうですかね、ラッキーです。このままでいいですか、ね、いいんじゃないですか。年取れば取るほどなんかそういう天然ぶりが可愛くなってくるからいいんじゃないですか。いや、逆になんかもういい加減にシャキッと、ね、シャキッとしたいですか。見られたいですね。そうですか。はい、国営ビデオさん、営業種目は婚礼イベント等の映像記録、写真撮影、音響施工、制作業務、編集、技術者の車検技術者の派遣などなどをやっております。場所はですね、宜野湾市市役所から那覇向け永田交差点の手前の方から曲がっ、ん、右に曲がっ、右にバイク屋さんですね、はい、だいぶあれ説明するの短くなりましたねこの間もね、バイク屋曲がるとこまで言ってましたけどね。バイク屋さん、赤い看板のね、バイク屋さん曲がってもらって、はい、日本ヤシの木が出てきますんで、はい、白いお家のでカーブミラーが出てきますんで、そこを左に T 字路曲がってもらえれば、はい、看板が出てきますので、はい、看板出るまで坂を下ってください、はい、もうそこですんで、はい、着いた時にはビデオさん来ましたと、はい、ラジオ聞いて来ましたと言っていただければ手厚くしていただけますので、はいはい、ビデオ等のね、編集ね、昔の あのアナログのね DVD にうん、アナログからデジタルに編集してもらえるし、はい、プロ集団ですから、はい、もうそれは作業は丁寧ですし、はい、早く丁寧、納得の、ね、もう撮影と映像の撮影、カメラの撮影、もう全般ですね、すべて、どんなものでも撮りますよね。なんで今、目見開いてるんでしょうかね。はい、で、もう本当に撮影中も楽しく話しかけながら、はい、雰囲気和ましてもらいながらね、映像の時はそれはできないでしょうけども、はい、写真の時はね、和ましてもらいながら、はい、楽しかったですね。はい、はい、また、近いうちお願いしようと思ってますけども、はい、ブライダルサロンの向かいの方にもね、うん、受付場所と、ね、あと上原の方にも米八さん昨日行ってきましたね。お米いとこからですね、お米が送られてきまして、いつも米八お邪魔してるんですけど、昨日も米八さん、ね、精米、たまにお米も買いますので、美味しいんですよ、お米も。ぜひぜひ皆さん、はい、コメントいただいてまして、翔、はい、さん笑い、笑い、 何を笑ってらっしゃるのかしらあなたですよ。住所をお伝えいたします。沖縄県宜野湾市宜野湾 1-13-22 宜野湾 1-13-22、 迷いましたらお電話番号が 098-892-4454 098
0　 8924454です。はい、社長とねよくあの止めれるときは社長止めてくれるんですけど、はい、後ろ詰まってるとき、はい、止めるとこないときは、はい、プッてなるしフューって言ってしまうんですけど、はい、あーって言いながら自分も顔ちょこっと出すんですけど、はい、もうあのほとんど終わって、昨日ちょっと夜また自分ね片付けをしてですね、もう改装終わってるんでね、はい、ゴミ片付けとちょっと配置と、はい、なんか改装は終わってるんですけど、はい、自分たちでやらないといけない材料が届かないんですよね。うん、本当ですね、うん、これまあでも入ってもらっても全然問題ないぐらいの、はい、なんか私の家にね荷物トルソーちゃんも何体か入居しましたけど、防犯対策防犯対策ですよ。来た時に人がいるって出ていくために、昨日も玄関にだから置いといたんですよ、はい、色黒と色白が2体、ね、2体入居しましたので大きいのとちっちゃいのとね、またね遊びに来てください。そうですね、玉木ちゃんもぜひぜひ遊びに来てください。玉木ちゃんもあのモデルで今度掃除して帰ってもらう掃除しに遊びに来て掃除遊びちゃうで大変遊びな何でもね楽しくやらないとやらないとそれただこき使ってるだけじゃん。いや美味しいのあげるから玉木ちゃんあのモデルで、うん、今度撮影してもらって、まね、で、はい、福井から、はい、沖縄で結婚するときにはもう玉木ちゃん窓口、玉木さん窓口で取ってきてくれるから。やりますよ。あ、もうまだ卒業してないよね。まだです。ほら、もう、もうそろそろあれ卒業者結婚の人増えるから紹介してくれるから。いいね。年間スケジュールがもう忙しくなるよこれ。はい、ね、はい。ありがたいね。楽しみですね。楽しみですね。はい、ここ FM 宜野湾さん女子ね、女子すごいですね、はい、独身ですよね皆さんはい、独身ですので本当だね、はい、期待して。じゃあもう3人予約だね。いや何人か相手がまずいるかどうかから。 4人独身ですよ。どこにいるんですか。もう一人誰ですか4人独身ですよ。木曜日に月水金出勤してる、うん、いる。ここはあの方はあれだ、新婚さんなんです。新婚さんいらっしゃい。ダメよ、いらっしゃい。あの木曜日のモーニングエイトの子も今年卒業なんで。さっきいた、うん、ああまだ学生っていう、卒業っていう、ね、この間なんか高校生の制服着てたんだけど、ハロウィーン。あの、あの私もあの中高の制服まだコスプレまだありますけど、誰か借りますか。なんでレンタル、なんでこれ残してるの。ねえ、残ってますね。自分ないけど、綺麗ですよ。まだまだ着れますよ。着たくないけどね。んって自分学生服とか、セーラー服とか、あ、学生服あげたな、ズボンも。男の子はね、後輩にね、あげるさね。あんまね。入っててあげるさね。あー、なんかステータスなんですか。いや違いますよ。ボタン着ないのにも。ボタンの代わりに。制服をあげる。男に？男にですか。なんかそういう制服ステータスのところも。男はほらちょっとあの標準のズボン履かないじゃないですか昔は。いや。ちょっと変形。それは不良なんじゃないですか。不良じゃないですよ。それをあげるんですよ。自分のあのチャックついてました。今はなんか考えられないぐらい。七重も、おう、七重もんです。七考えられない。なんでやねん。あ、そうそう、七重も言っとかないといけないね。先週言ったっけ。先週言う、先週から始まってるんですか、はい、七重も。七重も私あの命名されまして、木部七重もんに、はい、心を入れ替えてほしいときは七重もんに変わりますから。七重もん紹介しましたか、ちゃんと。七重もん紹介しましたよ。しましたか。先週、はい。キベ家、キベ、キベ言うな。キベ家ってキベ七右衛門。キベ家はみんな亡くなると七右衛門になるんですよ、はい、ほんまかどうか分かんない。 今となっては謎なんですよ。うちの親父が死んだんで、はい、うちの親父は七右衛門になってないんですよ。なってるのかな。なってないんじゃないですか。なってないんですか、はい、どこ行ったのかね、あの人ね。あのなんか聞いたら、もっと若い時に聞いたら、おじいちゃんの名前何って言ったら、まあ、七郎、その兄弟鉄夫で、そのじいちゃんのお父さんだから、ひおじいちゃん、俺から見て名前なんだったら七右衛門って言うんですよ。ほんまかな。これもう今となっては分かんないんですよ。死んで七右衛門なのか、親父はただ知らんかっただけなのか、
だから分かんないんですよ。でも7がついてるからどっかに七右衛門いたはずなんですよ。七右衛門七転びだ、転ばすなよ起こしてくれってちゃんと七転び転がってばっかり転がり続ける七転び八起きで起きてますよ、はい、あのこれブライダルのコーナーなんですけどね、はい、あの社長にね会って、はい、今週あ今違う今週また社長ねすごくバタバタ急に忙しくなったって言ってたので、はい、スタッフの皆さんもね、うん、多分今日も祭日でしょう、はい、ものすごく忙しい一日みたいなんですよ、うんはい、だからね運転なんか金曜もう大変じゃないですかこれ木曜日で祭日だから、うん、金土日ってまた入ってくるから、はい、うもうスタッフ社長もまたね、うん、借り出されて借り出されてるはずあのワンボックスの手だから猫の手も借りたいという社長はもともとでもねご自身でずっと撮影始めた人ですから、うん、技術者ですからもともとのねやっぱりスタッフのあの愛さんから社長出ないとダメだよと言われて社長優しいですから社長出てやるんですけど、はい、社長と喋ってるとねやっぱ元気もらうんですよね、まあ、スタッフの K さんとか、はい、T さんもそうなんですけど皆さんねあの話してるとパワーがあるというか元気もらえるというかすっきりするというかだからまた返せてあの浄化に行こうかなとこの国営ビデオさんに行ったら浄化されますよその後大体自分ねいい顔してるでしょなんで笑ってるんですかでまあ話もそう流走がもう11月入ったらって言ってたのねそうですねもう入ってるから結構もう混んでるようです、ね、忙しかったみたいね何が早いって言ってたっけ何が早いって言ってたっ、ね、自分たちの着る着物人絵は結構あの何人か縫い子さんが種類によって分けられてるらしいので人絵の方は注文が、はいはい、いやあの忙しい、はい、忙しい職場で着る着物たまに着る着物が遅い遅い時間だいぶかかる流送は早い女性の男性用のは遅いって言ってたねうんちょっとね生地がもう入荷待ちで最終の生地だったからねもうねもう手に入らない生地ですからねじゃあ女性ものの流送は ね、ぼちぼちかね連絡来ると思います紫とピンクでしょ、はい、紫がいいですね新しい方ね袖通したいですねあれで早く中で写真撮りたいですね、うん、ドレスも先日あのこっそり着て面白いですよこの人もうあの今モデルさんまだいないから撮ったらって言ったら顔切っといてって言うから顔切った感じで写真撮ったらなんかバランス悪くてねちょっと試着しちゃいましたしたくなりますね、 ねドレスやっぱり着たくなる、ねうん、まあ、ねまあまあうん、じゃあ結婚式はドレスだね両方全部やりたい和装もやりた い流装もやりたいいいね、ね、いいんじゃんいいじゃんドレスもね何回か変えたいしドレスも何回か変えたいもうあれじゃないお客さんの前にいる時間ないんじゃない着替えばかりでねお色直しの時間ばっかりじゃないねえでもほら、まあ、前撮りでもいいですでも内地はさ、うん、結婚式披露宴やってまた二次会もあるんだけど、まあ、こっちも二次会あるんだけど、はいあのちょっと雰囲気違うよね、うん、こっちはなんか結婚式と披露宴がもう内地でいう二次会みたいな規模の大きい二次会みたいな雰囲気だもんね、うん、騒ぐから、うん、内地ではまあまあしっとりしてしっとりですよね、うん、だからほら両方二次会もセットでやって全部着てもらうと、うん、もう和装もあれ今風にせずにあれこれかぶれば頭でっかいの角隠しあれ角隠しって意味なの？なんですね。この白いのほら、あれ白むくの。あの頭大きいのね。歩けるかなっていうぐらいでかいよね。あれうん黒柳さん。あれって何？あるのかな？サイズがあの大きければ大きいほどいいみたいな。まあ頭の こんなのあったり。あれはあれも一応オーダーでね。あれオーダーなの？あの頭のサイズみんな違うじゃないですか。うんまあね、流装の関空もサイズあるんですよ、ね、やっぱ顔大きい人がちっちゃいのちょこっとやったら大変ですおはりこおはりこっていうなあ縫い子ああおはりこそうなんだおはりこ
おはりこ聞いたことね。おしるこなら聞いたことない。おしるこ美味しいですよね。でも小豆がダメなんで、あのおしるこの方が大好きですね。おはりこっていう内地、おはりこ今は聞かないっていうことで、あれかな、今時聞かない、ね、いなくなってるんでしょうかね、うん、こういう縫い子さんみたいなの、ね、だからかな、減ってきてるのかな、ね、仕事ならないんでしょうかね。着物がね、少なく、まあ、以前に比べて、まあね、特にまた沖縄は暑いので、ね、でもなんか最近 ね沖縄の結婚式ね、うん、流装はまあ当然あるんでしょうけど、はい、和装多くないですか、見るのね、テレビにしても。最近もね、流行ってるんでしょうかね、日本はね、うん、また復活していいよね、和装ね。和装やっぱりいいですね。いいね、打ち掛けもね、うん、この間あの何だった、あの基地の中でこの親善パーティーやった時、はい、自分もあの和装で行くかって言ってね、うん、ちょっと試着したんだけど、はい、あの先生が袴履いていけっていうことになって、履いたらなんかあのえらいことになって、これ恥ずかしいからやめようって言って、結局スーツで行ったんですけど。でも冬はいいんじゃないですか、あの袴を、うん、袴はちょっともう違うでしょ、ちょっと違うかな、もうこれダメでしょ、着物だけでね、うん、着物だけだったらね、うん、あのいいんじゃないかなと。でもあのサロンもうオープンはがき皆さんに出す準備してるんですけど、あの週に1回か2回は着物で和服で作ろうかなと思ってて、で、はい、中で着替えてからでいいかなと思ってて、まあ、着付けも自分も覚えてやろうかなと思ってるんですよ、うん、和で。男性はね、うん、大丈夫じゃないですかね、机に和の和ですけど、机に座りながらちょっと待ち受けしようかなと思って、うん、お客さんを ねいいですね、うん、たまには和服でね、あのどんどんね、皆さん宜野湾市、皆さん近い、あそこよく通るとこだと思うんですよ、うん、高校生がね最近 ね可愛いって言ってね、最近ね覗いてきてくれるの、夜は特に目立ちますからね、可愛い可愛いって言って、もう言っとこうかなと思って、早く結婚しや言ってね何回でもしなさいって言ってそれはダメでしょ言いたくても言っちゃダメですね、いいんです、いいんですあの2回でも3回でもうちはあの全力投球ですって言って何回目でも、まあそれはね、何回でも、うん、何回でも全力投球で、だってね、ほらもちろん、ね、恥ずかしがらずに、うん、もちろん結婚してから、あそうそうっていう話から、はい、こういう話から自分があの結婚式をできなかったとか、はい、もう2回目3回目ちょっとできないんだよねっていう人のために安くあげれるような2人だけのものを企画として持ってるんでね、はい、活用してもらえたらいいですよね。そうです、ね、できないことないですよ、二人きりとか友達とかだったら言えるでしょうっていうことで、親族はさすがにねもう一回来てって言いにくいと思うんですよ、はい、でも来てくれますよね、ほら自分たちのほら春先のお客さんもあれだったじゃないですか、うん、もう若くして子供が生まれて結局式できなかったっていうね人たちだったんですけど、うん、あの写真撮影だけでもということで国営ビデオさんに協力いただいて、はい、で結局あの家族みんなサプライズで呼ぼうって言って、うん、サプライズしましたよね、うん、はい、バレてたんですけど、撮影中にバレたんですけどあの言ってたんですよ、隠れといてねって身内にあのこの何バーディーノード作って そうですね、そこに来るまでは隠れといてねって言ってるのにもう身内にと喜んでしまって、あのさす、ね、ビーチの撮影中に見に来たっていうダメでしょってね、もうバレてましたね、やっぱ見たい、止まらないんでしょうね、うずうずしちゃってね、うん、まあ、写真も撮りたかったんでしょうねだから撮ってるのにって思いながらねもうバレてましたね、でも感動してましたね、うん、そのまま中城城まで行ってやりましたし、うん、でもう一脚の方はね、あの二人きりだったんでね、 中村家行きましたね、うん、ビーチとね、なんかあのこの場所いいよっていう場所、はい、皆さんまたねどしどし教えてほしいですね、うん、ザ・沖縄っていう家の、ね、庭でも私の家の庭すごいわよっていうところ、ね、そうですね、あとあのほら土地余ってる人いたら、ね、自分たち使わせてもらえないかな、雑草ボコボコじゃなくてねあの平坦なところででも雑草ボコボコでもいいかもしれない、平坦なところでこの場所もううち使わないんだよっていう人がいたら、もうくださいとは言わないのであの貸してくださいと、厚かましいですね
まあ、これ言っとかないと、はい、何があるか分かんないから、はい、あの使わせてもらえればね、自分たち活用したいなと思ってるのでね、芝も引きますし、はい、あのそこでいろんなことができますんで、あのそういったあの、まあ、手間はかかることもあるんですけど、うん、ホテルとは違うもの、形として残るものは作っていきたいなということで思ってますんでね、ぜひぜひ、はいはい、お待ちしております。曲いきたいと思います。はい、グレーのウィンターゲン。すごいね、この自分たちの前振りもなく普通にこう言うことがすぐに入れてくれるってすごいぜ。いいかなと思う。すごいぜ。ひかりちゃんも大変だったと思う。たまきさんも大変だった。突然かよみたいな。そろそろ行こうかなと思った。すごいね。また言い訳してニュースのコーナーなくなったらね。一応新聞開いてんの。次ニュースのコーナー行きますか。次ニュース行くかね。デイサービスもちらっと宣伝しとく。失礼、ちらっとあのデイ行ってすぐニュースのコーナー。あー、わかりました。お悔やみのコーナーこっちあるさね。俺お悔やみ読もうかな。怒られる。今日ないみたいですね。今日ない。今日しないわ。ないみたい。今日ないんだ。平和だ。代表取締役。弊社広告部部長。自分のところ会社の。ただな。これはなんか松田応援ありがとうフェア。スポンサーに。広島カープ25年ぶり。これはもう七右衛門のニュースの方。多分ニュースの方なんか何日か前から体調不良ってなってたみたいで、ね、精神的なものかな。本当に体調不良、体もなんか気持ち軽くるからね。大変だね。腹も満足だね。結婚するんだ。結婚するんだ、これ。うん、分かんない。あ、それでみたいな。かわいいのにね。ね、かわいい顔してる。俺が言うとなんかどの面下げて言ってんねんみたいな、かわいい顔してるのにね、お前が言うなみたいな、偉そうに上から言うな。違うよ、俺が言ったの。そんなことはあれ、ビノワンシュのやつどこ行ったかな。これ、あ、違うけど悩んでるわけ、助けを求めてるわけ。今タイトルないからね。あれあった、音あった。あ、音ありました。七重門の何度もこれほら
音だったり、ニュース読んでる風さ、新聞読んでるジラース、あ、そうなんですか。首里城祭って何がある？ただで入れる。何祭りか、あの近辺のお祭り。首里城祭りって聞いたことないけど。首里祭り？綱引きのこと。いや、ではなんかあのその首里の王国時代の、うん、あの辺よくやる。うん。ある。なんか王様がじゃあ出てくるのかな。とかそのなんか。ええー。もう呼ばないといかん。現場に。王様誰になってるのか。行きましょう。市長にいいじゃん、体型的に。市長はあの、にこやかだから、あの、王様ってなんか、険しい顔がありそうだけど、だから優しい顔してるから、優しい王様になっちゃう。また、1日4回ぐらい飲んでるね、3、4回。ね。電池だけです。いいや。これ結構外しても、けどっか。ミキスミキ。10秒前でーす。9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。ピースコミュニケーションズのいつもありがとう。マイハイタイ、マイタイじゃないね。ハイタイ。あのほら、セブンさん、おはようございます。出遅れたっていうことで。おはようございます。大丈夫ですよ。まだまだ今日はあのこの放送局ジャックしまして、5時間行きますから。このコーナーは、するピースケアスタイルデイサービスのコーナーです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ハイタイがマイタイになってしまいましたけど、あのほらもうここもほら、はい、キベさんのところ七重門に変えてもらえると、はいね、セブンさん毎回、あセブンさんほら7が入ってるさ、コメントありがとうございます。セブンさん7、七重、セブンさんも七重門じゃない、七重門、七重門そうですかね、いや違いますよね、わかんないよ。最近なんかキベっていう名字増えてるんですよね。あなんかいますよね、いらっしゃいますよね、うん、いるんですよ、よかったですね、まあ、いいのかどうかわかんない、消滅しなくて、消滅って失礼です。消滅しませんよ、七重門は永遠に行きますよ。徳田も増えてですね、はい、多いよね、最近よく聞くよね、フェイスブックで見てもね、はい、この人親戚で多いですね、よく聞くよね、うん、あの何デイサービス、デイサービスはですね、デイサービスは宜野湾市大山にあります、あれはパイプライン沿いから入り口なんですけども、国道伊佐交差点の方から那覇向け走行しまして、左手に普天間基地入り口が、おうおう、そこからパイプラインの中入っていただいて、うん、数百メートル先、100メートルですかぐらいの方にあの可愛らしいテラスがありますので、木木目調の感じで看板がありますので、そこがピースケアスタイルデイサービスになってます。はい、皆さんあの体験もまだまだ受けたまわっておりますので、はい、どしどしご連絡いただきたいと思います。お電話番号が098-917-6200、098-917-6200、はい、お申し込みください。はい、日曜日以外はねずっとやってますので、はい、今日も祭日ですけど、はい、やってますんでね、やってますので頑張っております、はい、皆さんあの楽しむことに必死で、はい、スタッフと利用者さん楽しむことでいっぱいです、はい、ね、楽しいですよね、たまに用事で顔出したらね、うん、出迎えてくれておかえり言うてね。僕はもうあんまり行けないんですけど、ね、また戻るときは、事務所戻るときは、行ってらっしゃい、行ってらっしゃいって言ってね、温かい言葉、あったかい、かわいいよね、おりますけど、いい感じでね、やってますけども、はい、宜野湾市地域密着型、はい、密着型、昨日宜野湾市役所の言うと、またやっちゃいまして、はい、言いたいこと言いまして、はい、
会議中だけど知らんがよってこっちも切羽詰まっとんねん、はい、時間ないねん、はい、会議の前に出てきてくださいよ、うんうん、出てもらってちょっと急ぎなんで、うん、うちもあの収入の件もある、はい、急ぎなんでって言ったらまたでも話してよかったですよ結局書類ね自分たちまだ出さなくてもみなしですからって言われてたのに出さんとあかんかったっていう話で、ね、おいって言って全然違うやん、ね、言ってることってちゃんと引き継ぎがもう国から C になって県から C か、はい、もう全然できれなくてまた自分書類大量に作らないといけないんですけどまあでもねあの一番最初にこの県に出したもののほとんど一緒らしいのでコピペでいけるらしいのででもあの資源ね大切にしないといけないのでその辺ははっきりビシャッと引き継いでもらいたいですねあと役場に厳しいね大体ねいやあのちゃんとね働けるように税金きちんと納められるような役場の人のことを話すとき顔変わるの分かるかねもうすごい厳しい顔になってるよめっちゃ真面目な顔何回も戻されたこともあって、ね、まあね、まあ、はいということで、ね皆さんスムーズに生きていけるようによろしくお願いしますではピースケアスタイルもまたよろしくお願いしますはいバイバイえ番組終わりですかでもあと5分です、ねはい、あと5分木部真嗣の七右衛門ニュースなんかあれ木部真嗣のってもうその瞬間間違えた思ったやろ、はい、ニュースあの新聞読んでるジラーなんですけどねはいあのようやく秋風っていうことでもう内地では冬ですよ沖縄では秋って言ってますでも18度国神奥で18度って言って、これみんな寒そうにしてますけども、はい、昨日寒かったですね寒かったですねまあまあ寒いのはもう季節なんで当たり前なんで、はい、もうこれはもう飛ばしましょう、はい、で松田これあの読むからスポンサーになってもらおうかなと思ってるんですけど、はい、応援ありがとうフェアということで広島東洋カープセリーグ優勝新聞これ広告で載ってるやつをニュースっぽく読んでるんですけど、はい、ありがとう応援ありがとうフェアということで、広島カープ25年ぶりのセリーグ優勝を記念してカープグッズプレゼントということで沖縄マツダこれあんまりこれ宜野湾で言わない方がいいのかねそうですねベスターズあるからねベスターズありますからベイスターズのものも読みたいね、はい、そのうちね、はい、まあカープまあこれやってるんで沖縄マツダのに関連してる方がいたら呼んだのでスポンサーになってください沖縄マツダさんの宜野湾は何でしたノリピーもマツダね乗ってたんでねずっとね、はいうん、もうこの話はスルーしときましょうね、はい、危険なんでね、はいはい、でですねタコライス対タコスの結果ということで、はい、これまあまあ興味あるんじゃないですか何ですか自分だけ興味あるんじゃないいや自分はタコス派タコス派うんあのタコライスとタコスのどっちが好きですか企業や地域の食ブランド化を手掛ける、会社があって、はい、そこを対象にした調査、はい、好感度調査好感タコスとタコライスへの好感度調査好感度バーサスじゃなくてうんでも調査して、まあ、結局戦いで結果タコライス圧勝ですね 61.5% がタコライスタコスは 38.5% でタコライスに軍配が上がったと。まあ、お昼ね、うん、ご飯の代わりに、うん、まあね、性別で見ると男性はボリュームがあるタコライス、女性はヘルシーと評価されるタコス、うん、タコスってヘルシーなんですかね。油ですけどねチーズたっぷりに、まあ、ヘルシーって思ってていいんですよでもなんかね、このやってる会社は沖縄県うるま市の町おこし事業として市内のタコスとタコライス専門店を紹介するドライブガイド、うるまはうまい、いいね、なんかいい語呂合わせだね、を発行するに合わせ調査を実施したということで、タコライスとタコス、ノリピーどっちですか？両方いけますね、うん、それじゃ答えにならないんですよ両方どっちも食べたい派です。僕はタコス。最近はタコス、タコライスセットもありますから、ね、自分はね、なぜタコスかっていうと、ご飯に、はい、レタスのびちょびちょが嫌なんですよ。びちょびちょじゃない乾いてるのはいいんですけど、うん、初めて食べたものが結構びちょびちょだったんですよ。ご飯にレタスかっていうのが苦手だったんですよ、うん、肉だけでいいやみたいな、はい、チーズとトマトとレタでもタコスにはちゃんとレタス入れてほしいトマトも大量に入れてほしい、うん、まあタコスだったら自分はもう結構食べますね、はい、はい。で、
10月の暑さ、沖縄の農家直撃、葉野菜栽培に遅れ、12月まで品薄か。高いですよね。今野菜高いんでね、皆さん肉ばっかり食べてください、ね、もう、びっくりしましたよね。でもこれなんでなんでしょう。自分、うん、昔からこれ疑問なんですけど、うん、回答探したことない自分も恥ずかしいんですけど、農家さん、やな、農家さんって品薄になった時って、まあ、生活あるからなんでしょうけど、うん、物高くなるじゃないですか、うん、一般の事業の人って客、例えばですよ、ブライダルのサロン人が少ないから一客来ましたと、じゃあ1500万ねとできへんでしょ。取れなかったのは誰のせいでもないわけですよ。でも値段野菜とか米上がるじゃないですか、うん、これなんで、そういう商売いいのかな。時価みたいなもんでしょ、いっぱい取れたら安くなるとか。でもね、これほんこれもあのうちの去年亡くなった七右衛門の話なんですけど、うん、これほんまかどうか分かんないんですけど、昔はお米とかは取れすぎて値段が安くなるのが嫌やから農家さん捨てたり隠したりしてた、ね、本当なんですかね。なんか聞いたことありますね、うん、なんかこういうのってちょっとまあ農家さんも生活がかかってるんでそれはね当然ですけど、他の事業の人も生活かかってるじゃないですか、うん、客いないから値段上がるとか物がないから上がるってちょっと違うんじゃないかなと。まあ別に今高いことで怒ってるわけじゃないですよ、なんでかなっていう疑問なんですけどね。これを僕は考えて、はい、もうあんまり時間ないみたい。27秒って、もうやばいよ。締めましょうね。はい。喋りすぎました。七右衛門の吠えニュースでした。この番組は株式会社ピースコミュニケーションズの毎週木曜日9時よりお届けしております。今日も聞いてくださってありがとうございます。ま、来週またお会いしましょう。バイバイキーン。チャオ。最後の。